さあ今日のお題は、ハヤブサのオイル交換に緑区にある二輪館、はいはい、え、行きます。はい、了解しました。はい、昨日は大雨だったけど、まあ、今日は晴れました。昨日 CBTR から帰ってきましたけど、すごい雨でしたね。本当は帰りにクラブハリエ寄るつもりだったけど、もう直帰しました。まあ、クラブハリエはまた別の機会にしましょう。ハヤブサ駅に行くときにでもしますか。いや、雨が降った後はもうなんか空気が澄んでてめっちゃ気持ちいいね。風は強いけど、そうだね、風が強いとさ、ゴミが全部飛んでくじゃん、うん、まあね、うん、空気洗い流されるよ。お、なんかランボルギーニじゃないこれ。うん、ね、そうですね、ランボルギーニなんか街の中で走らせられんだろう。そうだね、高速なあ、ほんとに言うて言えば、ハヤブサも一般道を走らすバイクじゃねえないや、でも一般道でも走りやすいバイクですから。あ、 YouTube の動画でそのライディングポーズについて動画があってさ、うん、またまそれ見てたんだけど、なんか背筋をピンとした状態で前かがみにすると腰が痛くなりやすいらしい。ちょっと猫背気味にして、パパの場合あの腰あるでしょう、ぎっくり持っとるでしょう、うん、だからネイキッドの方が楽かもしれない。まあ俺はネイキッドがいいな、やっぱ。最近レクサスよりアルファードの方が高いからな。一番最初のアルファードなんて俺280万で買ったんだからな、全込みで。それ考えるとな、俺の給料おかしいよな。もう今のままじゃ日本は終わりだ。大丈夫か日本。給料上がらんすぎだろ。40代になってテレビを家でゴロゴロ見てると、もう人生終わるなって思う。まあね、自分の腕で稼ぐ時代になってきてる、徐々に。あ、でもそういうことができる人じゃないと、もうこれから先は厳しいかもね。大丈夫、人間何か一つはね、得意分野があるんで、うん、でもそれが分かんないとさ、それは自分で気づくしかないぞ。まあね、そうなんですが、うん、あ、私自身も何が得意分野なんだろうってまだ分からんけどママは仕事にしようと思ったら手芸系とかさ、そういうところをマジで真剣こけばお金稼げるでしょ。あと習字やろうと思えば、今から勉強すれば1年間頑張りはできるやろ、うん、別に俺も食いっぱぐでもやろうと思う。今でこそサラリーマンの方が楽だから、サラリーマンだけど。あ、そうだねそりゃそうよ、リスク少ないもん。あえて自分からリスクを犯してやる必要はないから。ただ食いっぱぐれない腕はあるよね。ああ、これ中にウィンドブレーカー来てなかったら本当シャレにならんかったな。あ、それはそうだけど、でもだいぶモコモコよね。だいぶモコモコだよ、だってもう寒いの嫌だもん。マジ風強いから、昨日のストリートとかあそこ通ったらやばいな。それこそ久々に強とか言っとるかもしれない。強風の時にバイクで通っちゃいかんよ、危ないね。あ、危ないね。ピットに入れないかんから、まあまあどっかで U ターンしなあかんな。受付、はい、どうすか最高級オイルは。そんなすぐ分からん、だってまだちょっとしか走ってないじゃん。いや、エンジンフィーリングがちょっと変わったかなみたいな、音が滑らかになったとかさ、振動が減ったとかさ。いや、今のだけの距離では分からんじゃあちょっと高速走れば分かるかもしれない。あ、でもさ、うん、ギアチェンジはなんかスムーズかも。あ、やっぱり、あ、やっぱりオイルが変わるとそんだけ変わるんだな。マジか、やっぱいいオイルは違うな。ちょっと高速でスピードを出した方が良かったかもしれんな。あ、確認するにはそうかもね。ギアチェンジはスムーズ。ほんと、じゃあ一速で引っかかることがないってこと。うん、そう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 、やっぱオイルのせいか、あの一速で引っかかるのはめっちゃ高かったもんな。ね、びっくりした。多分あれ最高級オイルだよ。もうだって一番高いやつでしょ。やっぱ二輪館の方がいいかな、そういうのお願いするのは。良心的だしな、二輪館。そうだね、チェーンでだいぶ変わるな見た目。赤チェーンにする。いやー、面取りがされてないからそれは嫌だなと思って。ダッセーだな、あの面取りのチェーン見たら、あの面取りのチェーンしか考えられない。の方がいいね。どう考えたらかっこいいのか。やっぱゴールドかな。ゴールド、うん、ゴールドだな。それかゴールド黒か。あ、そうだね、俺のはもう明らかにシルバーしか合わん。うん、どうだろうね、ゴールド
ド使われてなかったっけ、ゴンちゃん。ゴンちゃんはゴールドは一切入ってない。ああ、じゃあシルバーか。ハヤブサはゴールドブラックはすげえ合うと思う。そうだね。うん。あのメントリチェーン見たらもうあの赤いチェーンなんか安っぽく見えるもん。確かに。さっき触ってなかったからわからんかったけどさ、触ってみたら、あ、これ絶対メントリがいいわ。こりゃそうよ。全然見た目が違う。さあ吉村からフルエキのマフラーが出たらしいよ、ハヤブサの。あ、そうなの。40万ぐらいするらしいけど。ほうほう。うん。え、軽さはどのぐらい変わる？いや、だいぶ変わるでしょ、フルエキだもん。ああ。うん。軽くなるのはありがたい。おお、なんだ、なに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 、この人。ちょっと。なんだこいつ。逆走じゃん。何あいつ。逆走、逆走。マジかよ。俺ナンバー隠せねえからな、あいつ頼むわ。びっくりした、俺何何この人と思って今。そう、めっちゃ怖かった、うん、手挙げて行くけど、いや違う違う違う、バカ野郎あいつ。あんだけ言われてんのにさんそういうことやるかな。怖わ。あれ車やったらどうすんだろうね。なあ、どうするつもりだったんだな、車だったら。いやあれさ、全然自分がさ想像してないことがいきなり目の前で起きると何が起きたかわからんな。それにネタを提供してくれたのか、あの人は。そういうことやね。そういうことか。うんうん。いやもう明らかにあれネタでしょ。私もどうしたらいいのかわからなくて。ちゃんと GoPro で撮れてる。ナンバーまでバッチリ、うん、顔もバッチリ。 それが GoPro 首からぶら下げてるの分かったはずなんだけどな。ニュース映像に出てビビるんで、俺投稿しちゃおうかな。本当にオイル交換して終わっちゃったね。だって今日どうしても出勤しないかも俺が。仕方がないですね。 YouTube を1週間に1回更新してるけど、私はサラリーマンなんです。隙間時間で YouTube を編集してるんです。あ、トリップ2のメーターを今回リセットしたから、うん、トリップ2は何キロになっとったのさ。3838ってことはちょうどオイル交換の時期だったってことやな。あ、3000キロに1回って言われてるからね。そうか、うん、トライアンフは5000キロって言われてるけどね、うん、トライアンフはこの前1年点検に行ったからまだまだ全然大丈夫だね、うんうん、フィルターのエレメント見せてもらってないけど汚かったと思うよきっと。ああ、なるほど、うん、あ、そういうのもあれだね、変わるよね、うん、あ、そうだ、下で洗車しないか、寒いけど。ママのバイクも汚ねえだろ、洗車せん。じゃあちょっと洗車して帰るか。だって時間なくなっちゃうよ、うん、明日にするか。そうだよな、もう洗車なんかしてたらもう会社に行かないかんってさっきから言っとんのに。そうだよ、意味がわからん。意味がわからん。あんま時間がないって言っとんのに。あんまり時間がないって言っとんのに洗車が気になる。まあ遅刻がどうのとかないんだけどね。まあそうだけどさ、うん、まあ、とりあえず3時ぐらいに行きますわってことだもん。うん、